ブレス浜松プレゼンツジュニアアスリート応援隊。このコーナーはスポーツと医療で人を幸せにする学校法人森島学園浜松磐田市の車検のことなら演習日赤車検の窓口そうだサーラに聞いてみよう、サーラ E&L 浜松、以上各社の提供でお送りします。時刻は6時31分を回りました。ブレス浜松プレゼンツジュニアアスリート応援隊。毎月第2第4水曜日、ジュニアアスリート浜松協力のもと地域で活躍するジュニアアスリートのご紹介を行っていきます。さあ今日お二方ゲストでお迎えしています。中学校軟式野球浜松選抜から甲斐陸葉さん、高橋修太さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。ではそれぞれ自己紹介をお願いします。浜松選抜 A チームの A チームキャプテンの甲斐陸葉です。浜松市立浜名中学校3年です。ポジションはショートとピッチャーをやっています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では続いてお願いします。はい、浜松選抜 M チームキャプテンの高橋修太です。浜松市立中郡中学校3年です。ポジションはキャッチャーと外野をやっています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、お二人に来ていただいて、お二人は中学校3年生ということでもう選抜に選ばれているわけですね。ではですね、それぞれ野球を始めたきっかけから教えてください。では甲斐さんからお願いします。はい、兄がプレーしている少年野球チームによく一緒に行っていて、兄の姿を見ているうちに自分もやりたいと思うようになり、幼稚園年長の時に野球を始めました。はい、お兄さんがやっていてその姿を見て、お姉さんまだやられてるんですか？そう、今年の高3でもう夏が終わって、うん、今受験勉強、うん、あ、そうか、そうなんですね。で、甲斐陸葉さんは幼稚園の年長の時、年長って5歳ぐらい？そう、6歳。6歳ぐらいで、今何歳ですか？今14歳です。14歳、はい、そうか。ということは何年やってる？人生の半分以上野球やってるわけですね。やめたいと思ったことないですか？でも楽しいんで、うん、特にそう思ったことはない。あ、もう根底にも野球が好きっていうのがあるんですね、はい、ありがとうございます。では続いて高橋修太さん、野球を始めたきっかけを教えてください。はい、祖父に誘われて球場にプロ野球の試合を見に行ったことがきっかけで、小学3年生の時に野球を始めました。もうプロ野球の試合を見て、もう自分もやりたいって、はい、思ったんですね。はい、そっかそっか。その時から何かこう憧れの選手とかっていますか？一番最初に憧れた選手は、うん、今 DeNA でプレーしてるんだけど、京田陽太選手なんですけど、ちょうどその僕が見始めた時にその選手がルーキーで新人王を取ってて憧れました。そうですか。ここで大谷翔平って言わないところがすごいですね。さすがですね。さあ、でもお二人が今回浜松選抜としてこのスタジオに来てくださいましたが、うん、浜松選抜というのはどんなチームなのか高橋修太さん教えてください。はい、浜松選抜は浜松市に所属する中学3年生の選手たちで結成されたチームです。セレクションに参加した約160名の選手の中から選ばれた40名で結成され、20名ずつの2チームに分かれて活動しています。もう選ばれし者がそこに残ったということですね。セレクションというのはどんなことをやったんですか？もう主に総講習すべて3部門、それぞれ、例えば走塁でしたら、そのベースラン一周のタイムであったり、守備ではそれぞれのポジションでのノックであったり、バッティングではフリーバッティングもあるっていう感じですね。そうですか。いけるって思って行きました？はい、もう行くっていう気持ち、行くっていう気持ちで、はい、そうですか。では甲斐さんはどうでした？僕はその周りの凄さがすごくて、ちょっといけるかなって感じです。じゃあ、選抜になりましたよって言われた時どんな気持ちでした？まあ、その選ばれた中で、
まあ、やっぱその外されてしまった人もいるので、その分はその自分が頑張んなきゃなという気持ちになりました。そうですよね。これだけ多くの、ね、倍率だったわけだから落ちた方もいるわけだし。そうですか。あの先生とかからはどんな言葉をかけられていったんですか？先生からは、うん、浜松の代表として行ってこいって言われて、うんうん、そうですか。さあではそのねチーム、どんなチームって今伺いましたが、それぞれの、H チーム、M チームとありますが、それぞれのチームについて教えてください。ではまず海さんお願いします。はい、H チームは監督コーチをはじめチームメイトみんなが明るく楽しい最高のチームです。時には先生からの厳しい声もありますが、厳しい中でも楽しみながらプレーできるチームです。厳しい声ってどんな声がかかるんですか？言いづらい？前に片付けの時にちょっとだらけてやってしまったところで、その先生からちょっと怒られてしまいました。あ、片付けでだらけていたから。でもいいですよね、野球以外のそういう人としての道徳まで教えてくれて、そういう成長もねちゃんと見てくれるっていうことですもんね。はい、言われた時どうでした？いや、すいませんって思ったのか、クソって思ったのか。僕は すいません。そりゃそうで、今先生いるもんね。そりゃそうですよね。ありがとうございます。では M チームはどうでしょうか？はい、M チームもチーム内の仲が良く、とても明るいチームです。試合では守備からリズムを作って攻撃につなげていく野球が持ち味のチームです。とても明るいチーム。じゃあコミュニケーションも結構取れてるんですか？そうですね、はい。そうか、ここで初めて会った方とかもいます？はい、初めて会った方の多いです、ね。はい、初めて会って、でも一つのチームとしてやっていくわけですよね。はい、ね、最初はどうやってそのコミュニケーションの第一歩って取っていくんですか？まずは名前から聞いて、でそこでその名前で呼ぶことでだんだんと距離が縮まってきました。いいですね。そうですよね、名前を呼ぶ。そうですよね。でもその仲間というのは、夏の大会まではライバルだった皆さんと今度は一つのチームとなって一緒にプレーしていくわけですよね。一緒にプレーしてみてどうでしょうか？ではまずは海さんからお願いします。はい、対戦相手だと怖い存在でしたが、同じチームになると大きな安心感に変わりました。また話をすることですぐに打ち解けられ、今は最高の仲間になっています。一生の友に、ね、なりますよね。はい、では続いて高橋さんお願いします。はい、やはり選ばれた選手たちばかりなのでプレーの質は高いですし、中学の部活よりもレベルが高いと感じました。でもその中でプレーすることでまた中学の部活と違う野球の楽しさを知ることができましたし、もっと野球をしたいと思うようになりました。練習きついとかってあります？選抜の練習ですか？いやもちろんハードな練習もあるんですけど、それ以上にやっぱ楽しいという気持ちが上回りますね。でちなみにその中学の方の練習できついと思うことあります？練習メニューですか？はい、いやまずはもうアップが、ハードでした。今チラチラ先生いるんだよね。はい、アップがハードですって先生。まあそれが重要なところ、必要なところですね。まずアップしていくっていう、はい、ね。でもやってみてやっぱりそれきついものってやってくるとだんだんこう力になって、きつかったものが 100% の力でやっていたものがどんどんその力120とかってなってくんですか？そうですね、はい、やっぱ積み重ねていくとどんどん力ついてきますね。ね、じゃあ感謝ですね。はい、ね、そのお二人に今メッセージが届きました。ラジオネーム隣のドラファンさんからいただきました。浜松選抜の生徒さんのインタビュー楽しく聞いています。ということで、未来の高校、甲子園球児、プロ野球選手頑張ってください、メッセージが届いています。リスナーの方から。はい、さあではですね、あの8月の1日今月ですね、行われた静岡県中学親善野球大会、こちらを振り返ってそれぞれいかがだったでしょうか？では海さんからお願いします。はい、個々のレベル、技術力の高いメンバーが揃いましたが、チームとして勝ち進むことの難しさを実感しました。でも悔いなく楽しくプレーができたので最高の思い出になりました。ありがとうございます。では高橋さんお願いします。はい、
M チームは1試合目の藤枝選抜には勝利したものの、うん、2試合目の静岡遠選抜に負けてしまい、2日目に残ることができませんでした、うん、結果が出なかったことはとても悔しかったですし、残念でした。流れが悪くなった時に踏ん張りきれなかったことは課題だと感じているので、うん、石垣島遠征ではもっと粘り強く戦っていきたいです。石垣島遠征があるんですね。はい、はい、こちらが8月の14日から石垣島遠征に出発をされます。ではそれぞれ抱負をお願いします。では甲斐さんからお願いします。はい、浜松の代表として恥じない挨拶、礼儀、行動を心がけ、試合では正々堂々と戦っていきたいです。また石垣島の文化を学ぶとともに選手たちとの交流も楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。挨拶、礼儀、行動、じゃあここにはやっぱり怒られた片付けも入ってます。そうです、入ってます。そうですね、ありがとうございますでは続いて高橋さん、どうでしょうか。はい、先ほども話した通り、親善大会では悔しい思いをしたので、その悔しさを晴らすためにも石垣島では全勝できるように頑張ります、うん、はい、頑張ってください。ではお二人、今後の目標についてぜひコメントお願いします。では甲斐さん、お願いします。はい、僕の中学の先生が僕の野球人生を変えてくれました。夢はプロ野球選手になって、その先生に恩返しをすることです。プロになって先生に車を買うと約束したので、その約束を果たせるようにまずは高校で甲子園に出場して活躍します。これ車を買ってって言われたの、それとも買いますって言ってあげたんですか。うん、僕が、うん、その先生に何か欲しいものあるんですかって聞いたら、うん、今は車かなって言われて車はちょっと現実的な値段じゃないのでそうだね、中学生に対してそれでまあ、なので僕はプロ野球選手になって買ってあげますって約束しました、うん、いやー、なんていい話だ。実は今日その先生が来てくれてるんですよね。いや、あ、違う先生か。違う、あ、違う先生なんですね。その先生にじゃあどんな車とかっていうのは、じゃあプロ野球選手になってその年俸によって変わるわけですね。そうです、そうですねありがとうございます。では続いて高橋さん、お願いします。はい、僕は高校でも、野球を続けます、うん、高校野球の最大の目標はやはり甲子園に出ることなので、うん、甲子園出場という目標に向かってこれからも野球に打ち込んでいきたいです。はい、ありがとうございます。ちなみにお二人の将来の夢は何でしょうか。では甲斐さん、何ですか。僕はプロ野球選手になることです。はい、では高橋さんは。僕は教員になって、その野球の魅力を、うん、野球を魅力をそのまた次の世代に教えて野球を楽しむっていうことをそのいろんな人に広めていきたいなと思っています。いいですね。じゃあお二人もずっとこう野球に携わっていきたいっていう思いがあるんですね。ありがとうございます。でも何かをこう伝えたいと思うのはやっぱ素晴らしい先生に会ってるからこそ先生像っていうのがね、憧れになってるんでしょうね。ではお時間となりました。最後にラジオ機の皆さんにメッセージをお願いします。では甲斐さんからお願いします。はい、僕は必ず夢であるプロ野球選手になります。勝負ごとには必ず勝ち負けがつきますが、自分の弱い気持ちには勝ち続けたいと思います。応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。では続いて高橋さん、お願いします。はい、残り少ない浜松選抜の活動を最後まで誇りを持って全力で取り組み、支えてくださる周りの方々に良い報告ができるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。頑張ってください。さあ、ということで今回のゲスト、中学校軟式野球浜松選抜から甲斐陸葉さん、高橋修太さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ブレス浜松プレゼンツ、ジュニアアスリート応援隊、このコーナーはスポーツと医療で人を幸せにする学校法人森島学園、浜松岩田市の車検のことなら演習日籍車検の窓口、そうだサーラに聞いてみよう、サーラ E&L 浜松、以上各社の提供でお送りしました。医療とスポーツで輝く未来、森島学園専門学校浜松医療学院は、鍼灸師、柔道整復師、アスレティックトレーナー、スポーツトレーナーを育成しています。車検の窓口は演習日赤が経営するエネオスで、浜松岩田を中心に11店舗で提携展開しております。低価格でのご提案やお客様に寄り添った見積もり内容で、たくさんのお客様に喜ばれ、気づけば累計10万台。車検が近くなったらまずは車検の窓口で検索。サーラの電気を使ってブレス浜松を応援しよう。
でブレス浜松を応援、特典もいっぱい、詳しくはサーラ e エナジー e ジャンプラスで検索。お申し込み